はい、こんにちは、ちちちゃです。今回は明日8月16日金曜日朝の9時から8月23日の金曜日朝の8時59分まで開催されますアステラ祭り第4弾ひらめきの宴。こちらの宴で入手できる限定武器や防具や重ね着装備、ギルドカードの装飾などをご紹介し、続けて本日公開されました新 PV アイルーダンスで新拠点紹介、前線拠点セリエナ編をご紹介し、その後アイスボーンから実装されるマスターランクの装備の見た目をご紹介したいと思います。アステラ祭りでやるべきことは過去動画でまとめておりますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまず限定の武器防具重ね着装備のご紹介から。きらめきの宴期間中はログインボーナスや毎日配信される配信バウンティーできらめきチケットや打ち上げ花火きらめきを入手することができます。こちらのきらめきチケットを使って武器防具重ね着装備合わせて5種類作成することができます。それでは順番にご紹介していきます。まずは1つ目、防具オリオンシリーズです。こちらは下位の防具で体力回復量アップ、ひるみ軽減、風圧耐性、体力増強、火事場力がついてきます。シリーズすべてを作成するためにはきらめきチケットが5枚と上流骨が7つ必要となります。続きまして2つ目、オリオンアルファシリーズです。こちらは上位の防具で体力回復量アップ、ひるみ軽減、風圧耐性、体力増強、火事場力がついてきます。同装備はレベル3スロットが1つ、その他の部位はレベル3スロットが1つとレベル1スロットが1つ空いております。シリーズすべてを作成するためにはきらめきチケットが5枚とユニオン鉱石が7つ、さらに剣竜骨が5つ必要となります。オリオンシリーズは上位下位ともに実用性はあまりないんですが、作成が非常に容易なのでモンスターハンターワールドを始めたばかりの方はこちらを作成してストーリーをクリアするというのもありかと思います。続きまして3つ目、重ね着装備オリオン衣装。こちらは調査資源管理所の納品以来で、調査ポイント5000ポイントときらめきチケット5枚を納品することで入手することができます。冬の時期にはぜひ着用したい重ね着ですよね。もちろんモンスターハンターワールドで入手した重ね着装備に関しましてはアイスボーンで使用することも可能です。続きまして4つ目、スノーネコシリーズです。こちらは下位のお供装備で武器、頭防具、胴防具が存在します。シリーズすべてを作成するためにはきらめきチケット3枚とマカライト鉱石が3つ必要となります。愛らしい見た目で非常に人気な装備になっております。そして最後5つ目がスノーネコアルファシリーズです。こちらは上位のお供装備で武器、頭防具、胴防具が存在します。シリーズすべてを作成するためにはきらめきチケットが3枚と上位の鉱脈から採取できるカブレライト鉱石が3つ必要となります。今の時期だと溶けてしまいそうですよね。以上限定装備のご紹介でした。すべての限定装備を作成するためにはきらめきチケットが合計で21枚必要です。武器防具はどれもコレクションアイテム的な存在なので余裕があれば作っておきたいんですが、お忙しいという方は重ね着装備のオリオン衣装を優先して作った方が後悔は少ないかと思います。また余ったきらめきチケットはマカレンキンのおばあちゃんで打ち上げ花火きらめきと交換することができます。こちら打ち上げ花火きらめきの見た目です。続きまして、期間中にログインするだけでもらえるフーギーの衣装とギルドカードの称号と背景とポーズご紹介します。まずこちらがフーギーの衣装、金の根ボアコートです。いやー、めちゃめちゃ可愛いですよね。もちろんこのように色を変更することもできます。続きまして、ギルドカードの背景、きらめきの雪まつり、ポーズお披露目にゃ、そして称号は冬、雪、12月、1月、2月が入手できます。きらめきの宴期間中は集会所の受付嬢たちも
ふわもこなコートの姿で迎えてくれます。また受付嬢もふわもこゆきんコートで出迎えてくれます。渡りのいてちでも映えそうな見た目ですよね。こちらひらめきの宴が終了すると着用できなくはなるんですが、有料追加ダウンロードコンテンツを購入すると365日ふわもこゆきんコートを装着してくれるようになります。私は買いました。続きまして、先ほど公開されました新 PV アイルーダンスで新拠点紹介、前線拠点セリエナ編、見ていきたいと思います。この PV は前線拠点セリエナについてアイルーがダンスをしながら教えてくれます。前線拠点セリエナ、渡りのいてちを調査するため新たに設置された拠点、利便性の高い様々な施設が備わっている。食事場、セリエナの料理長の得意料理は熱々グラタンととろーりシチュー。彼女の人柄と同様、食べるものの心と体を温めている。美味しそうですよね。続きまして、生態研究所、大型モンスターの調査状況を報告し研究レベルを上げることができる施設。こちらアステラのおじいちゃんがセリエナに移動したみたいですよね。続きまして、加工屋、装備に関わる機能を一手に担う工房。過酷な調査を行うハンターにとって非常に重要な施設。こちらで重ね着装備とかも管理できるようになるみたいです。続きまして、調査資源管理所、バウンティーの登録や報告、入手した調査クエストの管理、納品依頼に関することなど、プレイヤーが立ち寄ることが多い重要施設。アステラにもいた有力商人のお嬢さんがセリエナの施設を管理してくださるみたいです。続きまして、ルームサービス、マイハウスから顔を出しており、拠点にいる状態でもお友達探検隊などの設備が利用できる。これは便利ですよね。共有窓口、アステラにある植生研究所と交易船の設備を利用するための共有窓口。船長さんが服を着込んでいます。マカ錬金、材料となるアイテムを錬金池に変換して効果が高い消費アイテムやボウガンの弾などを生成する施設。やっぱりアイスボーンでも装飾品を錬金したりするのでしょうか。そして最後に蒸気機関管理所、燃料を貯めて施設を手伝うと様々なアイテムをもらうことが可能。このミニゲーム楽しみですよね。こちらの新 PV、URL は概要欄に貼っております。アイルーがめちゃめちゃ可愛いので、ぜひチェックしてみてください。こちらのアクションを行うためには、有料ダウンロードコンテンツの追加ジェスチャー、ポップスターダンスの購入が必要となっています。そして最後に、アイスボーンから実装されるマスターランクの装備、ご紹介します。それではドスジャグラスのマスターランク装備、男性用と女性用です。非常に洗練されたデザインですよね。続きまして、クルルヤックのマスターランク装備、男性用と女性用です。非常にアラビアンな装備ですよね。これは組み合わせ替えがありそうだな。続きまして、マスターランクチツヤック装備、男性用と女性用です。頭装備が非常に特徴的ですが、他の部位は至ってスタンダードな鎧でかっこいいですよね。続きまして、マスターランクティガレックス装備、男性用と女性用です。いやー、これはいかつい。そして最後に、イテサス・レイギエナのマスターランク装備、男性用と女性用です。いや、これ男性用もかっこいいけど、女性用がめちゃめちゃかわいいですよね。これは早くゲットしたいな。ということで、今回はアステラ祭りひらめきの宴と新 PV の詳細、またアイスボーンからの新装備ご紹介いたしました。またアイスボーンの新情報をキャッチし次第動画でお知らせさせていただきたいと思います。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。ちなみに、モンハン15周年記念のピーコート予約するか迷ってます。5万円するんだよな。